こんにちは、経営コンサルタントの長野です。今日も長野裕二の暗号室投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでね一旦この動画を止めていきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばさずにお読みください。どこか一箇所でもね承諾できないという方がいらっしゃいましたら、この動画の続きを見ることはできません。すべての文言に承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。はい、令和元年6月18日火曜日、暗号資産草コイン中野研究部、今日はね動画2本目になります。時刻は、午後の1時55分ですね。先ほどお昼ご飯食べました。あの北海道のねトトヤさんから買ったアスパラがまだあったのでね、ベーコン巻いてだね炒めて食べました。昨日の夜も食べたんだけどね、まだ1袋もありますからね、まあ、どうしようか悩んでます。はい、あとね今日は本当にいいことありました。実はあびっくりしましたね。郵便物が送られてきてね、何かなと思ったんですね。まあとんでもない素晴らしいものでございました。本当にまあ神に感謝するしかないかなっていうですね、まあプレゼントをね、天からいただきましたね。いやーこんなことってあるんだなと、こんなことってあるんだなって思いましたね。はい、これもですね、特に有料会員の皆さんねおかげだと思ってます。毎晩ね、有料会員の皆さんとは、あのライブをやってですね、奴隷 FX の方ですね、資産を少しずつ築き上げていってます。ぜひね皆さんもですね有料会員に、加わっていただいてですね、資産をねみんなで、まあ、増やすね勉強させてはいかがでしょうか。それでですね、今回の動画ではノア救出作戦を、ノアコインのね救出作戦を行います。新しい海外の取引所である BTC NEXT の新規口座開設を行い、ヨービットからノアコインを送金する方法を行いますと。まああの動画ねゆっくり作っていきますので、これを見ながらね皆さんやってみていただきたいと思います。まあ、ノアコインをね、まあ、ヨービットじゃなくてメルカトックスとかねヒート BTC にある人は、まあ、同じような感じでやってください。僕はヨービットにしか入れてないんですよね。まあ、他にはヨービットですね、今回はデモ口座に少しだけヨービットのノアコイン入れてあります。あ、デモ口座っていうか、動画撮影専用のヨービット口座がね作ったんでそこに入れました。まあ他にもねたくさん買ってあるんで、それはヨービットの他の口座に入って、本口座っていうか本口座って一緒の口座だけどね、あ同じ種類の口座ですけどね、本口座の方に入ってます。でね、まずね、まあ皆さん私の動画見てくれてるでしょ、 YouTube 動画、これね YouTube 動画のどれか新しいやつ、ね、まあ、こんなコイン8月31日消滅、今すぐ送金用が今僕としては一番新しいんですが、皆さんが見てる時にはこの今ね撮影している動画が一番新しいと思います。でこれもっと見るをね、はい、今見ている動画で結構ですのでね、もっと見るをしてください。そしてまあいろいろ書いてあるんですが、真ん中の方下の方行っていただいてですね、国内口座のおすすめじゃなくて、その下、海外口座のおすすめ。海外口座仮想通貨取引口座と。で、一番目にですね、BTC NEXT 海外口座、ノアコインを送付してください。これね、これを押してください。そうしますと、まあ、日本語で古墳出てるんですね。はい、出てます。それで、やり方は、この真ん中ですね、ノアコインスワップっていうのを押してください。で、ちょっと読んでみましょう。これ字大きくなったけどどうやってやるかというと
キーボードのね、一番左下のね、コントロールって CTRT っていうね、ボタンを押しながら、左手で押しながら、マウスの真ん中のくるくるボタンを向こう側にね、やる、くるって回すんですよ。そうすると大きくなります。ノアコインのトークンスワップキャンペーンにご参加をと。ノアトレーダーの皆様へ BTC ネクストイーツもご利用いただきありがとうございます。トークンスワップとは何か。トークンスワップまたはトークン移動やスワップ交換とは一つのブロックチェーンから別のブロックチェーンの仮想通貨トークンの転送です。つまり交換でトークンを一つ取引する代わりに保持されている各トークンが新しいブロックチェーンの新しいトークンに置き換えられ、古いトークンが焼き付けられますと、まあ、なくなっちゃいますよと。ノアコインは独自のブロックチェーンを開発して移動するようになりましたので、スワップ交換を行います。具体的な交換レートなどの情報は公式ウェブサイトのお知らせをご確認くださいということで、まだ、まあ、発表されてないですね。で、とりあえずこの取引所を作ったので、ここに送金してくれと。ノアコインをね。それでは作業、早速作業の方に入っていきたいと思います。で、ここに動画があるんですが、これはこのホームページを上から下まで片言の日本語で、まあ、これ読んでるだけなんですよ。で、1、まずはトークンスワップを行う BTC NEXT の取引所で登録、ログインしてください。画面上右上のログイン登録から新規アカウントを作成します。アカウントをまだお持ちでない方は新規登録ボタンを押して登録してくださいと。すでにアカウントをお持ちの方はページの左半分にアドレスと、パスワードを入力してログインしてください。そしてウォレット画面が開きと、ノアコインウォレットを見つけてくださいと。もしリストアップされてない場合はこちらの右上のアドレス、通貨、ここだね。アドレスか、アドカレンシーボタンをクリックして必要事項を入力して反映させてくださいと。6月12日から8月31日まで入金をクリックしてノアコインを入金してくださいと。8月31日過ぎちゃうと、夏休み最終日だね。これ夏休みの宿題の最終日。過ぎちゃうとノアコインなくなっちゃうよと。で、デポジットっていうのが入金。ウィズドローが送金ですから、今回この入金、デポジットボタンを押しますよと。で、入金した後ノアコイントークの残高が変わりますと。で、ここまでちょっと言ってやってみましょうかね。で、8月31日はトークンスワップに参加するための入金最終日ですと。まあ、入金最終日なので、8月31日までに必ずやんないと、今持ってるノアコインはなくなっちゃうってことですね。はい。0円になっちゃうから、やっぱやんないとダメだね。めんどくさいね。仮想通貨ってね。はい。だから今までね、中野、私のですね、個人コンサルティングをね、一度でも受けたことがある方は無料で、やります。はい。そうだな、無料なんだけど、できれば松戸駅まで来ていただければ、無料でやりますんでね。はい。9月5日は新しいノアコインが自動的にウォレットに送金されますので、特別な行動を取る必要はないと。ここに入れとけば安心ですよってことですね。はい。だから、例えばこれ100ノアコインなんだけど、これが270になるよと。B コインって書いてあるけど、ちょっと何コインになるかわかんないですけど。はい。それではお疲れ様でした。以上がノアコインのトークンスワップ作業の内容となります。実際の作業をされる際は必ずノアコインおよび BTC NEXT の公式サイトを確認の上手続きをするようお願いしますと。いうことですね。なので、やってみましょうかね。で、まずここね、登録。なんで、こっちの Welcome to BTC NEXT アカウントログイン。アカウントをまだお持ちでない方は新規登録こっちを押しますよ。そしてこれね、ここ中国語見たくなってて分かんないでしょ。で、これね、なんか日本語が変なので、イングリッシュに戻してですね、そして、これ Google Chrome の日本語翻訳でやります。だからもちろんこれ Google Chrome で開いてくださいね。Google Chrome で開くと。ああ、ごめんごめん。それでですね、ちょっともう一回ね。ごめんね。それでファーストネームはこれ多分ね英語だね。最初は大文字、最初だけね。僕ユージでしょ。でここなんかちょっと待って、また日本語になっちゃった。日本語を原文のページに表示に、これね、あ、そうかそうか、それで日本語でいいのか。 Google 翻訳でこれでこれなんかのですね、
最初だけ大文字。大文字にするにはシフトボタンを押しながら、キーボードを押すと大文字になりますからね。最初の1文字だけキーボードシフトボタンを押しますね。メールアドレスですね、これでいいか。 Mac ユーザーと Yahoo.co.jp でパスワード、最初6個の記号を少なくとも1つの文字、だから大文字小文字数字もいいんじゃないかな。これ大文字小文字数字で全体で 6以上ですね。だから待ってね、こうしよう。ちょっとね今書いておきます。忘れちゃうから、忘れちゃうのですぐに書き留めないとですね、忘れちゃいますから。まあできればですね、メール、だから口座名、だから取引所の名前と、メールアドレスとパスワードは一旦ですねノートに書いてから、それから口座開設した方がいいよね。そうすると完全に忘れるから、うん、後から本当に忘れるからね。ちょっと待ってくださいね。メールアドレスが、本当に忘れちゃいますからね。メールアドレスも結構複数持ってますよね皆さんね。まあ大丈夫大丈夫と思ってても本当忘れちゃいますから、若い人でも。パスワード、大文字小文字気をつけて書いてくださいね。できればあのこれ大文字これ小文字、まあ、大文字のやつはね丸つけて大文字って書いた方がいいですよ。それ後から見返してもね本当わかんないですから、パスワードは大文字小文字数字っていうのは本当に、あこれ大文字ってね下の方に書いておいた方がいいですよ、矢印つけてね。はい、パスワード同じパスワード2回入れて、それで、持続するってこれボタンを押しますね。え？あ、ここすいません、ここチェックボタンを押しますね、利用規約にね。まあ、利用規約読んだ方がいいんだけどね。それでこれ何て書いてあるかと、電子メールはすでに撮影されています。あ、前1回作っちゃったのかな。あー、どうしようかな。あ？じゃあちょっと Gmail の方にしましょうか。あ、そうか、一回作っちゃったのか。すいません。じゃあ Gmail にしますね。ちょっとお待ちくださいね。まあ、こういうことあるからね。まあ、皆さんはこういうことないと思いますよ。あの、初めてですからね、これね。はい。ではね、ちょっとメール変えますよ。はい。こうですね。そして、ここでいいね。はい、コンファーム。これはですね、確認コードがあなたの E メールに送付されたと。なので、ちょっと見てみましょうということですね。レジ E メールですね。これですね。PTC Next。来てますね。で、これを日本語にしてみると、はい、深夜なるくらい。これですね。これ、71341ですね。これコピーしてもいいですけどね。で、これをですね、
ここに入れて、やはり71341ですね。そして確認すると。はい、そうすると、はい、ログインですね。ご登録ありがとうございました。あなたのアカウント作成されました。あなたは今ログインすることができますと。まあだからここでいいんじゃないですか。こう Gmail。私は Gmail ね。で、パスワード。で、パスワードやりますよ。で、ログインと。そうするとこういう風になってますよと。で、ノアコイン探してくださいってことなんですが、いろいろありますね。これ、まあ、ウォレットですね。ウォレットってお財布のことね。で、取引できるのかと。エクスチェンジで取引できるのかな、これ。あ、一応できるんですね。え？あ、まだできないですね。まだ取引、え？行われてないのかな、これ。あ、なんかちょっと薄飽きないですね、これ。薄飽きないですね。ちょっとまだなんか取引ができそうなような感じですね。これノアコイン買えるのかな？ビットコインでノアコイン買える。あ、買えるんですね。ビットコイン送るとね。はい。だから、もう一回こうしてですね。ウォレットのとこ来まして、ノアコインを探すということでしたね。ノアコイン。ノアコイン。あ、これありましたね。ノアコイン。これノアコインですね。ノアコインのデポジット、これ押します。プロシード。あ、違う。はい。ノアを入金する。ここですかね。進む。はい。そうすると、あなたのノアコインのウォレット ID、これですよと。で、まあ、逐一こうやって翻訳するといいですよ。このデポジットアドレスにノアの金額だけを送金してください。この乗用車に他の通貨を送るとあなたの預金が失われる可能性がありますということで、まあ、このノアコインの、ウォレット ID にビットコインとかイーサリアム送ったらもちろん入んないですから、型が違うんでね、入んないのでどっか行っちゃうってことですね。ブロックチェーン上でどっか行っちゃうってことですね。で、これをコピー、これをまあコピーしますということですね。コピーしとくと。で、次に、ヨービットを開きます。ログインします、ヨービットをね。で、ここが BTC NEXT でしょ？で、下の方にヨービットあるんで、こうしてください、ヨービットね。で、ヨービットの ID とパスワード、僕はもうちょっとログインしてましたけど、一旦ログアウトするね。ログアウトして、で、これはレジストレーションで、ここで、じゃなくてログインで、ここで、あれですね。ログインします。ちょっと待ってください。ヨービットの ID とパスワード今、出しますからね。ちょっとお待ちください。はい。それでは続きをね、行っていきたいと思います。まずね、ヨービット開いたら、ログインですね。それで、メールアドレス入れて、パスワード入れてと。もう一回やろうか。最初からね。ログインで。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ2メンバーがあるから。どうしようかな。ちょっとこれ閉じて、もう一回最初からやるね。はい。ちょっとこう、ヨービット押しますでしょ？で、日本語にしちゃダメですからね。日本語にすると、うまく送金されなかったりするんで、でログイン入れて、ここに、これはですね、メールアドレスですね。あ、ちょ。で、パスワードですね。大文字、小文字、数字、記号ですね。まあ、アットマークとか入ってるかと思います。8号。
はい、で、I am not ロボットじゃないですよっていうを入れてですね。まあ、できれば、まあ、リメンバー入れてもいいかな。まあ、セキュリティ弱くなりますけどね。で、ログイン。そうすると、オーセンティケーションコード、get in Google オーセンティケーション。Google オーセンティケーションが、Google 認証があるので、私の今の場合は、これ1分で変わっちゃうからね。早くしないとね。これがイラつくよね。え？もう一回、え？え？これでいいよね。ゲットイン、E メール、インボックス？ 2 つ必要なのこれ。あ、え、ちょっと待って待って。メールにも送られてんのこれ。ああ、メールに送られてるんですね。まずはこっちを入れて。え？どれ？え？ちょっと、あなたは、あなたのお金はハッカーにじゃないかです。ちょっと待って、警告？ちょっと待って。それはいいや、警告は。はいはい、警告はいいんですが。どれだ？え？あー、ちょっと待ってください。まあ、しばらくね、ログインしてないと、確認のためにちょっとアクセスしてくださいと、ここにアクセスしろってことですね。あと、これですね。これ。そうそう。ほんで、アクセスしたら、ここにですね、あなたのコードはこれですよと。で、これコピーして、あ、長いですね、これ。ここの get in email box、こっちの下の方に貼り付け、長いですね。で、ここは Google 認証ですね。だから、に、あ、ちょっと待って。1分で変わっちゃうからイラつくね。まずは下のメールの方から先に貼り付けないとね。これできない人は私やりますので、ご連絡ください。まあ、交通費もらいますけど、松戸まで来てくれたら無料でありますよ。で、ログイン。これ2つ合ってないとログインできないと。それでログインできたと。いうことですね。で、これログインできてるよと。それで、トレードじゃなくて、これ、ウォレットですね。ウォレット、ここ。ウォレット。ウォレットってお財布のことね。預金通帳のことですね。そうすると、ここに、まあ、ハイとゼロバランスっていうのは、預金残高がゼロのやつは隠してくださいっていうことなんですね。ほとんどゼロじゃない？いっぱい。草コインいっぱいあるからさ、これ、仮想通貨コインね。で、こうするんですよ。そうすると、ビットコインは、半端じゃない。もう、0001あるけど、ノアコインが1、10、100、1000、万、10万、15万4862枚ありますよと。で、ここで、ようやくですね、あ、ちょ、見えない？ノアコインがですね、ノアコインが15万4862あるよと。あ、そっか。いいよね、もうね、これでね。それでですね、これノアコインとか見ていっていただいて、ノアコインを、まあ、ウィズドローっていうのは出金っていう意味ですからね。ヒストリーはまあ、操作、出金、入金履歴。デポジットは入金。で、今回、ヨービットから出金しましたよね。ヨービットから出金してどこ持っていくかって言ったら、ここだよね。BTC Next の、もう一回やるよ。BTC Next の、このノアコイン。ノアコインのデポジット。見えます？見えるかな？これノアコイン。これノアコインね。ノアコインのデポジット、こっち。こっちは入金ですよ。デポジットって、ね、入金って意味だからね。で、これでプロセスをしていただいて、これがですね、ノアコインのですね、私の BTC Next のこれ入金アドレスになるんですね。で、これをコピーしてですね、で、ヨービットの、こっちのヨービット、これ消しとくわ。ヨービットのノアコインのですね、これ、ウィズドロー言ってください。ウィズドロー言って、ウィズドローアドレス。ここ、ウィズドローアドレスっていうのは出金アドレス。まあ、振込先アドレスはどこですか？ここ貼り付けね。これ、BTC Next の、ノアコインの入金アドレスね。ウォレットニュー、ウォレット ID。で、ここは MAX 押してください。ここね、MAX 押す。15万4862枚。で、withdraw fee。これ、
送金手数料が3110枚のノアコインもらえますよと。だからそれ減らしてますからねと、自動的にね。もういいよと、もう3110枚のノアコインは奪われると。それで、送金は15万1752枚になりますよということですね。で、これでウィズドローリクエストと、日本語にするとですね、出金依頼する、これで出金依頼するということですね。そうするとどうなるかと、まあ、日本語にするとね、やっぱりうまくいかないときあるんで、それでまた、Gmail 行くとですね、これ曜日とかでまた来てるんですよ。ん？ちょっと待って。これじゃねえか。いいのか。送金されたのかな？はい。大丈夫ですね。まあ、海外の、口座っていうのは、往々にしてですね、往々にしてですね、このメールが後から届いて、でそこで送金、送金ですね、承認っていうボタンを押さないと送金されないんだけど、まあ、予備っての場合は大丈夫っぽいですね、これ。どうかな、ちょっと見てみますからね。あ、なくなってますね。なくなってますノアコインが。ノアコインがなくなってますね。そして、じゃあこっちについたのかと。こっちについたのかということなんですが、これ BTC NEXT ね、今回新しく作った。ノアコイン、ノアコイン。あ、まだ届いてないかな、これ。まあ、そんなすぐには届かないのでね。ここに、まあ、表示されるはずなんですよね。そして、まあ、ここにもメールも来てないし、ヨービットの方にはもうないと。ノアコイン、ノアコイン。まあ、例えば、ここでサーチでノア。はい、ちょっとお待ちくださいね。ノア。ノアコイン0枚になってますね。0枚になってますから、今、送金中ですね、こっちにね。はい。で、ちょっとここで、一回録画止めますね。今、14時35分なんで、ちょっと一回止めてですね、またここに、BTC NEXT、今回新しく作った取引所の口座ね、送金が確認されたらまた動画再開します。しばらくお待ちください。はい。はい、すいません。すいません。動画の撮影再開します。BTC NEXT、まあ、今回新しく作ったですね、取引所に着金しなかったので、ちょっと違う仕事してました。そしてね、今見たら、はい。じゃじゃーん、着金してましたね。でね、ここ、ちょっとね、ほったらかしにしといたらね、一旦ログアウトされてましたね。自動で。だから、なかなか着金しない人は一旦ログアウトした方がいいかもしれないね。ここにですね、着金してます。これですね。ノアコイン。ノアトークン。15万1752枚ですね。着金してました。これで終わりですね。これ置いとけばいいと。あとですね、ここ、人型のとこ押してですね、これね、二段階認証、2ファクター、これ、ちょっと日本語にしてみようか。二段階認証、Google 認証システムしかできないんですが、まあ、これ有効にしといた方がいいね。盗まれちゃうから。まあ、それで、これでスマホに Google の二段階認証のアプリがあると思いますから、プラス、右上のプラスボタンを押して、バーコードスキャンを押してですね、これバーコードを読み込ますと。はい、BTC NEXT の二段階認証コードが入りました。で、ここで、まあ、送るなので、今、747。747529ね。これ1分間で使うか。これで、送ると。で、ここの、はい。ほんで、二段階認証 OK になりました。それで、さっきね、有効ですね。有効の、さっきね、ちょっとね、二次元バーコードの下にですね、
CAPO とかいう次段階認証のコードがありますよね。1,2,3,4,5 10,11,12,13,14 15文字、15文字のですね、大文字のアルファベットと数字でできたやつ、これ二段階認証コードなんで、これはノートに書き取っておいてください。スマホ落としたときにですね、二段階認証をまた再発行することができます。あとこのロイヤルトークンですね、ロイヤルトークンプログラムを有効にすると BNX で 50% 少ない手数料を支払う、手数料が半額になるのでこれ有効にしておいてくださいと。コミュニケーション言語は日本円ですね。これでいいですね。ほんで、トップページに戻っていただくと、ここのとこですね。ちょっと待って、これ完全ガイドとかあるね、これね。登録方法はこうですよと。こんなんわかるわな、誰でもな。はい。これで、ここら辺もね。はい、これ、全部見てくださいよと。ここ、新しいパスワード。まあ、パスワードの変更とか、なんかいろいろ書いて、あと取引はこうやりますよと。いろいろ書いてあるね。だから、ノアコイン、ここで買えるんですね。もういちいち曜日とかを解説しなくて、ここにですね、ビットコインとか、イーサリアムを送ると、買えるということですね。だから、そうだね、だからマーケットだから、なんかノアコイン、ビットコイン、ノアコインマーケットってのもあったよね。あとイーサリアムだから、ちょっとどこ、あれ6位、あれちょっと待って、あこっちでいいのか。ここでですね、交換のとこを押すんですよね。そうすると、ノアコイン、ビットコインマーケットってあるんで、だからビットコイン、ノアコインはビットコインでも買えるし、イーサリアムでも買える感じですね。ビットコインでも買えるし、まあ、イーサリアムでも買えるんじゃないですかね、これ。イーサリアムでも買えるし、USDQ では買えないですね。USDS。USDS では、USDC では買えるんですね。これちょっとよくわかんないですけど、USD。USDT では買えますね。ファブライ、だからこうですね。それで、トップページ見るとですね、お分かりの通りですね。はい。ちょっといっぱいね、ちょっと、なんだろう、これ。はい。これは、BNX っていうものを買うとですね、なんかよくわかんないですけど、20% までのノーコイン講師をゲットすると。だから、BTC ネクスト取引所に旧ノアコインを入金して、プラス BNX コインを購入すると 20% まで、ノアコインが、プラスされますよと。例えば 1万ノアコインを入金したら、2000ノアコインがもらえるよということなので、例えばここに BTC ネクストにですね、まあ、ビットコインなどを送金してですね、送金っていうのは、どうやるかというと、もちろん財布、まあ財布っていうか、まあこれ日本語にしなくてもいいんですけどね、ウォレットのビットコインの入金ですよね。でこれ進めるってやると、ここにビットコインウォレット ID が表示されるんで、これここに、ここ宛てにビットコインを送金します。まあビットフライヤーとかね、コインチェックとかからね。そして、両替ですね。まあ、トレードしてですね。なんだっけ ?BN? なんでしたっけ?BNX コインですね。
BNX コイン、ビットコインで BNX コインを買うと。BNX コイン、BN、これですね。これですね。あ、なんか上がりそうですね、これね。BNX コイン、あ、上がってんだね。ここで買うんですね。だからここ buy BNX でね、ここで、買うと。だからマーケットでもいいし、リミットでもいいですね。ストップ、リミット、ストップ。まあ、マーケットでいいんじゃないですか。これ、何コインか買うと。そしてこれ、buy BNX やると、まあ、何枚、まあ、多少少しでも買えばですね、ノアコインが 1.2 倍になりますよ、ということなので、まあ、これやっといた方がいいよね。まあ、手数料は 50% 引きということですね。ちょっとお待ちくださいね。はい、すいません。ちょっと今来客があったんでね。それで、まあ、BNX、取引所のですね、取引所のトークンですよね。だからバイナンスコイン、バイナンストークンみたいなもんですね。財布トークンみたいなもんです。まあ、これを持ってると、手数料が半額ぐらいになるよってことなんじゃないですかね。取引所の手数料 50% 割引で支払いますということですね。まあ、なんかいろいろありますから買っといた方がいいんじゃないですかと。ダイヤモンドエンジェル。だからまあなんかいろんなことが、だから、枚数が、まあ、これが10万枚、10万枚を6ヶ月以上ホールドすると6月18から、6月18って今日じゃないですかね。今日から来年の1月18日までに取得、10万枚持ち続けるとなんかいいことがあるよとかね、5万枚持ち続けるとまあいいことがあるよとかいろいろ書いてありますね。5000枚だったらこうですよと。はい、はい、はい。まあ、これはどっちでもいいかなと思いますけどね。ただ、ノアコインが 1.2 倍になると。まあ、だから、まあ別にノアコイン1万円分が1万2000分になるとか、そんな感じなんですかね。これ書いてあるとね。まあ、100万円分買ったら120万になるから、やっぱり20万円プラスでついてくるっていうのは大きいかもしれないね。どのぐらい買えばいいのかちょっとわかんないですけど、もう一回さっきの見とかないとわかんないんですが、ああ、毎週500ビル受け取る。まぁ、あ、ちょっとどのぐらい買えばいいかわかんないですね。最低でいいのかな。ちょっとわかんないですね、ノアコインが。増えるのは分かんないですね。何枚買えばいいのかね。ちょこっとでも買っとけばいいんですかね。で、これが今いくらなんですかね、これ。ちょっと分かんないです。取引。ちょっと待ってくださいね。取引、両替のですね。あ、また入らなくちゃいけないのか。ちょっと分かんないです。今ちょっとログアウトされちゃってますからね。ああ、これ、ちょっとですね。了解。あ、また、そっか。ちょっと、パスワード。ログイン。Google 認証。これですね。643。546。はい。両替ですね。ちょっとこれに消しとこうか、全部。はい。ですね。これ BNX がいくらするのかというと、今、913サトシですね。913サトシだから、ちょっと計算してみますね。例えば、まあ、だから、100万、今、
1ビットコイン100万円だとしますでしょ、かける 0.00、 ちょっと待って見えねえなこれ、ちょっと待ってくださいね、 0.0000 ですね、 0.00913 は、あ、91円30銭ですね、91円30銭だから、91円30銭なんですよね、この BNX コインっていうの、これなんていうのかな、これこれね、これ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 、新しいこの BTC ネクストですね、BTC ネク、BNX コインってのは91円30銭なんですよ。だから、ちょっと待って、このノアコイントークンスワップボーナスキャンペーン、いつもご利用いただきありがとうございます。今回のノアトークンスワップにあたって、ノアトレーダーの皆様に驚きのキャンペーンをいたしました。BNX コイン、BTC ネクストコインを購入して保有していただければ、報酬としてボーナスのノアコインをゲットできますと。ルールは以下の通り簡単です。旧ノアコインを BTC ネクストウォレットに入金して、ノアコインのトークンスワップが終了するまで出金せずホールドすると。まあ、9月5日だよね、ホールドするのね。ボーナスノアコインを取得するには、BTC ネクスト取引所から BNX コインを購入しと、BNX コインを購入しと、ノアコイントークンスワップが終了するまで、9月5日までホールドしてください。6月18日以降、だから 1BNX で売買したらボーナスの権利を決めた、今日までだよね、今日中に買ってくれと、6月18日以降 BNX コインと旧ノアコインを同時に持っていることで、以下の条件でより多くのノアコインが手に入りますと、1000の BNX を保有する場合、トークンスワップ期間に保有する合意の合計 1% か、1万で 5% だから、20% もらうには、1000万、10万、100万 BNX。だから、100万 ?100 万 ?91 円30銭かける100万は、それ無理でしょ。1000万、10万、100万、9130万円。これやめた方がいいね、これね。これ無理。例えば、だからこれだったら91万3000円を91万、約100万円のですね、まあ約91万3、約100万円のその BNX コイン、BNX コインを買うと 5% つくと。100万ですよ。これでも、価格変動があったら、ちょっとそんなこと言ってらんないから、ね、これ BNX コインが値段が下がっちゃったら、半額になって100、まあね、50万ぐらいになっちゃったら悲しい。ノアコイン 5% もらってもしょうがないから、まあこれ参加しない方がいいね、これね。うん、これは参加しない方がいい。これは、リスクが高すぎる、これは。うん、リスクが高いのでやめた方がいいです。これ、だってこれ 20% もらうためには9130万円買わなくちゃいけないから、リスク高すぎるでしょ、こんなの。そしたら 20% のアコイン自分で買っちゃった方が早いわね、これね。うん、ということで、これは、見せかけっていうと怒られちゃうけど、ちょっとリスクが高いですね。はい、このトークンスワップボーナスキャンペーン、リスクが高いので、これやんない方がいいかなと思いますね。これはね、まあ、無視した方がいいと思いますね。まあ、リスクとリワ、まあ、リスクとリターンの関係を常に金融投資では考えないといけないということですね。はい、それでは今日は今回はこれで終わりにさせていただきます。BTC ネクストという新しい取引所を口座開設しました。そしてヨービットから、ノアコインをですね、送金 BTC ネクストに送金しました。はい、そして各種細かい設定を行いました。それだけでございます。私はね、151,752枚のノアコインが送金、ヨービットから送金無事にされましたので、9月5日まで保持すれば、これが新しいノアコインに変わるってことですね。
で、これ8月31日までやらなくちゃいけないということです。それでは今回はこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼いたします。